はい、2020年10月8日になりましたということで、何にも最初言わんの？逆にちょっとちゃんと真面目にいこうかなと思ってさ、どうしたの急に。7、8の、お、すぐ計算できたか。5、6、なんか切りのいい数字止めたんじゃないの？あんま良くないね、やっぱね。良くないね。良くないね、これで。ということなんですけどさ、こんな風にした方が多分いいんじゃない？とりあえずのコマ行ってみましょう。真面目に。もちろんこれは何だろう、最後の引き継ぎ役か。何か引き継いで、これなんか名前にくいって言うから、もう新種の虫にしといてよ。こいつに引き継ぐのじゃなくて、これをベースにして、せっかく 90% カットあるから、その後ろになんか。私もなんか、蘇生のが無難かなと思ったけど。どう思います？え、後ろ別に何でもいいよ。いろいろ可能性を探しとった。天野ちゃん、伝野とか、あそこら辺とかやったりとかいろいろはしとった。逆にしちゃよかったな、あれはな。私と。まあ、結構往来感はあるんだけど。どっちでもいいよ。私がこっち行くだったら、まあいいだろ。でも、基本的に残数をかけとる。そこはいいとして、そこら辺のところはいいが、そういう細かくはないんだけど。これ仮説として、こっちの方の使い方の方がいいんじゃねえかっていうところを通したとして、後ろ何がいいと思います？いろんな案として。補正ゆるで、耐久高くて、だってあれ、1万ぐらいになるでしょ。カット10倍だから、で、10倍になるじゃん。ちょっと考えてた。で、10倍になるから1万、10万ぐらいで、ほとんど倒せん。あれば。ていうか、そこまでうまく引き継ぎまで回らん。蘇生がおらんかったらもう自分で使うしかないし、使ったら2ターン耐えるから、引き継ぐっていうケースはすごく少ない。蘇生あるときどうかだよね。そこの判断が。うん、2枚折るときは自分が使って、もう1個蘇生もらうっていうのを追求し、つか追いかけてもいい。それはもう個人個人だね。判断的には。うん、蘇生後に引き継いで使うっていう手もあり。それはでもすごく難しい。だってあれ、3800で入ると5、ん ?19 入るか57とか。ここをどうするか。まあいいよ。じゃあこっちやってみとか、仮に。だったら。ベルサイユは催眠図だでいいよな。こっちパターンでやってみようか。だってあんなって絶対耐えるもん。へこんでやってみようか。せっかくだで。だって引き継ぐんだったらさ、何かやってて、例えば風呂とかなんかからごちゃごちゃ混ぜてって、4枠のところああいうワンワンとか、あのケイトのやつら入れてって、後ろ行くんだったら、はっきり言ってコーラの耐久あるもん。だこれに引き継いだってそんなめちゃめちゃすごい耐久じゃないよ。弱くはないけど、だってコーラだって今あの状態になるぐらいなんだもん。で、これを使わんのだよ。うん。使わんでいいんだわ。いいよ、使わんで。耐えるもん。分かってないでしょ。これ10万あるんだろ。倒せんもん。使わんでいい。あ、倒せるから終わりたいってこと？いや、これを出したかったんだ。それは分かるんだわ。完全勝利を狙いたいのは分かるんだけど、これを出したかったということ。ありがとうございました。ありがとうございました。分かる、トゥルルル。またね。ありがとうございました。
言いたい意味わかるんだわ。ごめんね、いや普通だったら使うよ。あれだったら別に本茶の試合だったら使うわ。使って私を起こしてまいやいいっていう風になるけど、であんまり時間ないもんでくだらんことやってるとあかんもんで、それっぽいようなやつをなんか、あーそうか、まあいい、行ってみようか。なんかいろんな可能性を、だって 90% だからもう単純に10倍って覚えといて、 HP 高いやつ電系統置きゃ8000とかあるからもう8万ぐらいとかいけるわけじゃないですか。でその後スキル使った後有効なやつって言ったら回復か蘇生だよね、普通にいきゃだよな。どれでもあれだけど、そこが無難かな。アマゼとかなんか普通に補正なくなって考えたりするんだったら無難っては無難だよね。一番そんなことない？これ多分ポムも落とせん可能性あるから本当はこっち落とした方がいいけどな。悲嘆で言うと今出たじゃないけど、あの富士か不ヒッティかなんかじゃないけど、あれ使ってウラド使ってで今回の新種の虫を置いて、で後ろに普通で行けば、まあ、スズメが私無難かなと思う。だってスズメだって6万になるんだよ、弱くはないでしょとりあえずのところ。これ本当だ、こっちだこっちだ、ごめんこれ本当によAI と EI 本当にこれすっごい考える。田島ゴールに行って言い聞かせて、蘇生さえ動きゃいいって言い訳しといて、あ問題のことも後で喋ろうか。何がいいと思います？さっきの話じゃないけど、本当とりあえずこのやり方がいいんじゃないかっていう仮説を立てといて、何かに新種の虫を引き継がせるより新種の虫から何かへ引き継がせた方が、でその後ろ何か何がいいかって、まあ悲嘆で私昔ね、アマテが出てちょっとぐらいというかなんかの時ね、これは使う、うん、時にねアマテを初手に使って、その時富士折ったかな、なんかニューとかなんか置いてって、でウラドとかなんか使ってって4枠にあれを使うんですよ、あのあれを、あれ私落ちたよね、大変かったか、あれ大変、ああれスキル使ってないの、ちょっと待った今の見てなかった、あれスキルあれだった、なんか積まれとった、あれちょっと待って、なんか積まれとったこれって、全然見てなかった、あれおかしいな、こんなにあれ、ちょっと待って、そんなあれだった、逆に非信用があるじゃないか、なんかあれだなあれそんなあれだった、なんかあ先生のあれだな、マロスが仕事したら一応タゲしといて、よくわからんけど何かよくわからんけど、あれさっきの全然国名見てなかったけど、ありがとうございます。じゃあよくわからんな、その総理の意味もよくわからんけど、あれそんなもろかった、スキル押し忘れたかな、なんか何だったろう、ちょっと待って、ありがとうございました、もう一回ありがとうございました、ちょっと時間ないで同じやっとるあれはなくて、んでこういうくだらんのはいいわ、こういうくだらんのはいいわ、これは逆に耐えてどうか、セルフなしでっていう遅延の兼ね合いがあって本ちゃん対戦だと、ちょっとこれを一回いこうか、15分まだ時間あるじゃない、むしろ回復も持ったんだけど、私はでもやっぱ蘇生が無難かなと思うんだけど。
あ、ちょっと落ちちゃった、ごめん。どう思います？画面に向かって問いかけとるんだけど。だって補正ウールだし、まあ回復率高いし、で、引き継いだ 90% のカットじゃないけど、HP 高いから、まあ、うってつけかなとは思ったんだけど。うん。変えるかな？変えても別にあれだよね。体力低いのが2人おるでいいんじゃない別にこれ、うん、知らんけどじゃないけどダメかな。行こう。エクセ、まあそのこと後でしゃべる。対戦の時はあれだね。でせっかくだで、新色のネタじゃないけど。やっぱでもいやこれしかなんか一番いいのはさ、蘇生しか思い浮かばんもんで他の可能性を潰したいもんでさ。でコロコロ変えとったんですよ。やっぱ蘇生、回復を置いたって。かなーってこれを落としたいんだね。え、ちょっと待って、あ、そうかごめんごめんあれ嘘え、3番押したの私。え、今何？ 2 押したの？え、3番押したが？あれ3番、嘘？ちょっと待って、何今の？何今の？え、今3押したつもりなんだか言い訳じゃなくて。まあいいわ。え、何？まあいいけど。で、これが逆に、まあ、ワイワイだからね、その、耐え要素じゃないけどさ。だから、これ、本ちゃん体制なんてこんな感じで、遅延とか増えてきたりすると、素直に水で蘇生通した方が多分いいんじゃないかなって、私はね。うん、使わんかったね。私が1間違えとるからな。1間違えてなくてもあれだった。でもここあれだもんね、うん、待ってよ。さすがに使うから、うん、あー通らんねえ。そうかそうか、ごめん。そうか、あんた間違えたで、ガンバ。まあ、しゃあない。しゃあない。ごめん。ありがとうございました。笑っとる場合で、なんだったんだろう、あれ。マジで3押し直したつもりだったんだけど。ね、ありがとうございました。ごめん、いっちゃう。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。え、なんで？あ、またこれ回線なんかあれだ。あれ出た。だからそういうのが分かってくると遅延で狙い撃つんだけど、これがなんか一番あれじゃないかなって。補正がなくなったりした時に考えるとなんか一番無難な全蘇生があってカウントも5で、うん、だってアマテでもあのあれだよ、10万ぐらいあるから。さっきのあのみんな押して押していて、あれは多分あれでしょ、あの完全勝利が欲しかったってことでしょう。でも別にこれまあいいんだけど、ワイワイで完全勝利入ってもチケット30枚とかもらえるわけじゃないよね、うん、だけどもう絶対だって10万出すには対比
の何かがないと多分難しいもん。そこだろうね。これ逆に実は火に変えても強いんだけどね。火に変えると本当は良かったんだよ、雨天で。せっかく入れとるんだったら。あれ元からあれだったのかな。でここ？カット入るし2回目もう1個かかるし、多分結構足らんよ。うん。カールも入っちゃうし。ちょっと瞬時に計算できんけど。でしょう。あれギリだったろうな、多分。貫突、あれだったんかな。で、ここら辺か。ここまでいける？きついかな。カールのとこで行っちゃうかな。向こうはいけると思うけど。カールの方に標準合わせた方がいいかな。欲張りすぎ？この水辺のちょっとコスト安く下げるとき、この子の存在を忘れとった。難しかったな。これでどこらへん？もうだってあれ、だいぶ見え越したの出すでしょ、ダメージ。あの、あれだね、相手、あの、昇竜艦乗ったね。ウィスクも使っとった私。ほんでウィスクン。お、私らでも行ってもいいよね、これ二人ね、多分。一人だとあれか、こっちに先、火力入れて向こうに出場した方がいいな。だな。先生にしといた方がいいな。ガッサじゃ2000いくつだで。第4ガスタってどんだけあったんだ ?3000、4000ぐらいあるか。初夏でもこれ2発持ってかれるだろうな。ハマキ入っとるで。エトナで撃っちゃった方がもったいない。どっちでもあれか。両方撃てるんだったらあれか。オーバーキルになるか。これをどうする？じゃあいいよ、もう一回これ行ってみようか。これせっかくだで。これもう一回行ってみようか。こっちか。おい。逆に。いや、耐えるよ。使えば。師匠の2倍あっても。入るんだな。こんであとここが難しいんだよね。いや、味方残数最後じゃないですが、最後だったら使わずに耐えるからっていうことできるけど、ここ例えば、あー、残数2があるで、何あるで残した方がいいで、これは使うわ。でもこれ耐えるよ、普通に。うん。まあ一応ね。そこは残してあげたいから。ああ、逆にやめたろうか。だったら、だったらやめてみたるわ。逆に。メイクパンです。私は耐えるんだ、もうこれ。使っても使わんでる。うん。うん。こうか。
けど。ああいう局面が判断がどっちの方がっていうちょっと難しさは出るかなとは思っとる。ダメ計算がだから面白いですよ。自分に関してのダメージを耐えるか耐えんか曖昧ラインかをもうはっきりさせなきゃね。すごいアラで計算してるけど、普通に10倍だし、ミカ先生かかったら 3.5。まあ、今日はあの肉食さんとかいないんだけど、対比だよね。アマで使う場合は対水も考えなきゃね。うん。やっぱ蘇生が無難かなと思うんだけど。うん。打てるでいいんじゃない連撃あるで。二人ぐらい間違えてみてもこれだったら。うん。だって向こうで言うと、15,000の、合計2万ぐらい出したいんだよね、多分。私が間違えんかったら多分いいんじゃない？おそらく。ありがとうございました。こんな感じの、あとはスキルターンとかそこだよね。ありがとうございました。で、ありがとうございました。もう一回、頑張った。ありがとうございました。ということで。何を使っていくか。ということで、いきますよ。で、コストあれだけど、逆にこんな、200がちょっと寂しく入らなかったで。あとはこの1,2,3の考え方だよね。耐え前提で組むのか、遅延を考慮してもしっかり、一応全属性ならの前提。これはあの、なんだろう。火が使えるところで、火炭とか火水とかによって考え方違うよね。火水だと、あの、水遅延とか風遅延もあるか。そこの考え方違う。火炭の考え方も楽なんじゃない？裏を使ってって耐え前提じゃないけど、してって、で、あれを生かす。最後、スズメか、どっちかでいいと思うんだけど、私は。うん。これ意外に誰も倒せんだね、私。うん。倒せんだよな。あれも倒せんだ。どれも倒せんで。でしょう。倒せんだ。あれ知っとるんだわ。うん。そう。もうこのまま言っとくわ。誰かがタゲってくれると、本当は向こう行きたいんだよ。回復、まあでもそうだな、そんな。でも今日で言うと、本当あの、あれ、蘇生何あの、貴婦人の。以外がなんか思い浮かばんだわ。うん、そこだよね。お、すんなり答えたか。これちょっと暗記してるんですよ。あ、でも問題範囲って、まあ、後で喋ろう。それ、そのこと後で喋ろう。うん。全範囲でやってみてなんかいろいろ思った。それはいいわ。あの、この時に喋るとまたぐちゃぐちゃになるで。いつもぐちゃぐちゃだで。対戦のことへ。あれも使った方がいいか。今日そういえばすごいひどい人ってよ。絶対スキル使わずにさ。で、最後とかしっかりサンクスついていくんだよ。どう思うみたいな人おったよ。私が使った方がいいんだよ、多分。もうあれ2回使ったと結構出すよ。あれ 50% だよね。1.5 だで。1.5 と 1.5 ってどんなもん？ 2.25 ぐらい？きついでな。私が逆属性あるし、うん、届きたいんだけど、タゲはしとるけど、後押ししても多分難しいと思っとる。ねえ。
間に合いそうだったら後押しするもん。回復よりでもやっぱ蘇生かなと思うんだけど、使ってる 色に応じてだよね。これも今入手者が少ないですか、とりあえずガチャで始めて。で、多分来月の協力が出るでしょう。出ると多分、こんなとこばっかりになると、支援したりとかなんか別パターンの方がいいんじゃねえかなと思う。これはもうそのまま行きましょう、逆に。この結果原因、この問題、私、日本語的に好きじゃないんだろうな。目的でもいいんじゃねえかと思っとんだけど。うん。あ、音が消えちゃった。そういえば先生、あれ見て思ったけど、もうあれかな、最近見んよね。っていう人多いよね。思わん？これも引き継いでかんね、ないでかんで、そのまま。別に引き継ぎゃいいってわけじゃないよ。そういうあれじゃないけど、使い方としてはこんな感じ。だって補正なくなるとこれ3,800でしょ。10倍3万8000で結構倒れる数字だよ。だから、引き継ぐ前提の使い方の方が本来じゃないかな。これだと1711、ちょっと待って、1819か。19あるから57か。5万7000か。水だらでかんのか。蘇生もうないから、だったら使っといたら。最後ないじゃん。蘇生のがまああれだよな、これだと。だからこういう使い方的に秘密になるわな。だからあんまりこれ回復あんまりやってもありがとうございました。やっぱ蘇生じゃないかなと思うんだけど、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回ありがとうございましたかなと思うんですけど、ちょっと待ってよ。これさっきやったでしょう。逆にこれ今度これいってみようか。あれ誰もらん。これもでも補正なくなって2枠で使うとしたらどうだろう。 50% は分かる。これ 1.5、1.4、2. いくつかけてどんなもんなの。 2.1 か2だったでしょ。あれの 1.5 かけて 3.2 とかになって、3.2 とかになって 1.4、 ちょっと待って、 3.2 の 1.4、 5倍ぐらいまでいくの。 3.2 の 1.4、 半分ぐらい、後半とか、うん、確かにあそこは。でもそこの重複しとる分はすごい少ないけどね。最初の方はだったけど、なんかそのうち夕方とかじゃないけど、みんななんかもう、やがてなんか、集中タゲみたいな環境になっていった、うん。あ、ダメだこれ。落ちた。わかる、あれでわかる。スキル使えんでも、ま、計算的なとこで、初手の方があれかなと私は思ってたんですけど。ペチがコスト安いで2枠入れても、うん、ごまかしができるからみたいな。って思ったんですけど。どうかな。なんか問いかけとるね、いつもね。まあ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 倒せるところはここで言うと真ん中2人以外はあれか。どういく？どれでもいいけど。あそこら辺の3000ぐらいだったらいける。捨て的に、これいくつになるんだ？2000いくつが3000いくつが4000弱ぐらいじゃなかったかな。うん、確か。
Anything DSM. Blah blah blah. Fudo. Imam Shikazu. Ezop. Ezlin. Ezab. Ezport. まあ計算してもいいかなと思う。そこそこは使える。うん。大体の相手のリーザーが誰かがヘルプって言わんかったらあのあれだね。アテナだけじゃ遅いので、それと何かだな。うん、2枠使ってっても、けどコスト重いよな。これ上がもう一個かかってりゃいいんだけどね。あそこが。ペッチでもどんだけあるんだこれって。1100の 1.4、1.2 かかって、2000、まあ当然倒せんけど、さくらはちょっときついよな。きつかろうがなんだろうが、でもここで言うとどっちかと、どっちかとじゃないけど、残数多いところの1と5は絶対いかなかもね。さくらとあの、回復するやつ。まあ、門とか行ってくれたでいいっていうのもあるよ。うん、ここでいいとこ見せたいね。カット入ったところでちょうどうまく見せたいね、なんかね。1.42 回かかって、2.1 かなんかでしょう。どう？最初の一発が欲しかったな、もう一個な。これもどうでしょう。まあ、ソースは使わせれるけど。ダメージ金どれぐらい出る？あ、2000でや、10、でもちょっとあれか。はっきり言ってこれの方がなんか使ってて面白いけどね、私は。うん。うん、こればっかりだった。三枠にあの、あいつ、ウィスクン使ったんだけど、冷静考えて別にウィスクンじゃなくてこっちでいいよなって掛け目高いから、ウィスクンちょっと情報修正欲しいよな。リーダー限定ならもうちょい掛け目上げるとか。火力タイプのリーダーの時に、あ、待ってか。あ、かけれんであれか。ちょっと待ってよ。短縮してもあれだもんな。どうでしょう。してもあれだけど、あっちが通せんもんな。親父おるで。ビッセルは。うん。ただ、あの、多分みんな押してくれた方が納得するんだろうね。37までいけたんだ。10倍ぐらいまであれなんかだ。あ、生存があるな。うん。これちょっとごめん。もうさっきの答えで覚えちゃった。これごめん。AI と EI、本当に。意外と70いくつだった？ 72 か3だったか。何倍だったあれって。協力はでもあのあれだよな、あの当然のごとく入手難易度が低いから微妙ユールが多いわな。ちょっとごめん、いてててて、ちょっとごめん、いてて、ちょっとリラックスさせてください。なんでいつも OK って、俺がリラックスしたらいつも OK って。なんかありがとうございます。そんなことないね、うん、いつもリラックスしたもんね。うん、そう、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回ありがとうございました。ほんで、ちょっと待てよ。ありがとうございました。こんなんもあって、あー、耐え前提行ってみよっか。コスト的にちょっとあれだったのな、所定が。遅延環境で多分そういう風に作ろうとするとアカンと、もう食らっちゃうから。どうしてもあれだよな。まあ、蘇生つないでいくのが無難だと思う。やっぱ最後、だって今なんか貴婦人としてはそんなに負けにくいでしょう。なんかそっち行った方がいいんじゃねえかなと思うんですけど。
後ろに使うのは引き継げるのがすごく難しいもん。その場面によって蘇生の兼ね合いとかによって押すか押さんか、味方が2枚寄ったら押すし、別に無理して気づかなあかんってわけじゃないからさ、そこだよね。水がいないな。うん、私はこうこっち行った方がいいか。水がいない場面まれだな、これ。私が変えよっか。私があっち行った方がいいよね。あ、もういあれかな、嫌になったから水が飲んで嫌気させたかな。ほんでここか。なんか落ちあれだな、落ちたというか放置しとるっぽい。もうあれかな、水がおらんで嫌気させたのね。違うな。まあ、そういえば今日問題ダメージかも言ってたけど、幽霊とかであれ400とかそれぐらいあるよ。どれぐらいなんだろうって。他力で、あ、でもあれか、小学生とか中学生とかおるか。2回で落ちたんだな。あ、でも落ちん時あるよね。でも今日ほんとひどい人だったよ。ずーっとスキル使わず、何言われてもさ、なんか、いつおけ、サンクスとか言ってさ。ここは私は使わなくてもあれか。待てよ、待てよ。ここはいいわ。ちょっとごめん、それごめん、あの、使う考えとった。ほんで、そろそろ落としたいんだけど。あれ、2万ぐらいか。そんなもん、私はあの倒れんだろ。こんな感じになんか耐えてくみたいなやつ。これで、こうしとく。こうしといて、ちょっと待って。あれ、本当は落とさず峰打ちぐらいのがいいんだけど。ほんで、こうしといて、ああ、そっち倒すの倒してくれた方がいいよ。うん。これはわかる。これどっちにしろも、あの、風があの、残装油とか抜くしかないわ。あの二人が。うん、それしかないわ。ほんで、あ、そうか。私、あれか、耐えよっか。耐えよっか、耐えよっか。耐えよっか、耐えよっか、耐えよっか。とりあえず。白を押すとよかったんだけどね、ほんとは。水の方。起こした時に確かなんかおらんかった。あれ、そんなダメージ入った？嘘。耐えると思って使ったんだけど。そんなダメージ入った？だってこれ、6万とかぐらいでしょ。そんなあれだった？なんか聞いとったか？生存分か？あれしくったな。ほんで、こういっとく？あ、そういうことか。こういうのでもそうだ、問題の話は後で喋ろう。うん。そう、後で喋ろう。
そこは。あの、デッキのこと、新色のこと集中して。で、ここでも問題のことまだ言いたくなったんだけど、そくってポンと押せたから。いいや、これ、ちょっと喋ると脱線するで。ありがとうございました。さっきのダメージあれだったな。完全に余裕だと思ってたけど。ありがとうございました。ありがとうございました。ポーズ、ありがとうございました。ほんで46分、そんなにはできんか、どんなんがある？ここら辺をもうちょい行こうか、だったら。真面目になんかやっていくなら、初手をなんか使ってって、とか。このコスト的なことはあるけど。あんまりなんか変なエグいのはなんかやりたくないから。これどれぐらいまでいけるんだろう？ここぐらいまで？あれって倒せるんか、あそこって。あのあれば。あんま火力のことは私分かってないんだけど。ほんでこうだ。どっちにしろでもやっぱ蘇生に引き継ぐのがなんかあれかなと思うんだけど、エトナは確かあのテイランスだった覚えあるんだろう。どっちにしろあの残数しかやっぱり追いかけん。体力あろうがなかろうが、なくても、あ、体力あってもやっぱ残数あるとこ行くしかないもんな。で400だもんな今。ここら辺？どっちにしろ私あれだもんな、蘇生水おるから火だけでいいっていう話もあるけど、うん、そこ。あ、なんか画面固まってるか、あれあれって何、補正言う順番に並べてるだけじゃないの、なんか違うの。あれ、あ、あったあったあった、でかい絵を探してたんだよ。ハンドは違うの覚えとるもんで。これを2ついってみようか、だったら。ね、ここら辺？これ気合い、これ音欲しい、これ。あれ全部並べとるね、多分で。あ、そうそう。なんとなく。ハンガリーだったか？あれ？なんでそんな簡単に倒れる？え、嘘？ちょっと待って。あれそんなかかっとった？私なんかあれか、見逃しとるな。さっきから。いや、これ違うな。え、いかんな。しまった。いや、蘇生2つおるもんでさ。ちょっと待った。全然ちょっと見てなかったわ。しまったな、あれ。いや、あんなワンパンで行かれても分かった。止めん方がと思うけど、私は。ここは。次に残しといた方が思ったけど。うん、あれしくったな。しくったな、あれ。なんか画面暗くなってない？全然しくったな、あれ。かかっとるの全然あれだったんか？前半の方。
あれってなんか構成私に似てるような感じだったもんな。全然あれだったわ。ちょっとあれだったな。ちょっといかんかったな。しまったな。しまったな。ありがとうございました。あれしくったな。あれ演出させたかったのに、ね、ありがとうございました。いかんなしぶった。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。しくったなあれ。これもちょっとなんか他こういうくだらんのはいい。ああそうか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 、 ここになってこうか。51分2つぐらい、これ2ついくとあれか。こういうのの方が良くないかなと思った。逆にあ、落ちた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 。もう一これともう一回風呂のやつぐらいか。そこぐらいまでだ。他なんか変わったのなかったかな。引き継ぎで使っていくのはやっぱあれかなと思う。これ行ってなんかちょっと一通り探してなかったらヘンテコなやつ行こっかっていうところだな。もったいないでな、吸わせるの。あれがおらんかったら別にいいけど。これはエクセ逃してないでいいね、なんとかね。オルカに行ってもらって私がこうか。あ、オルカそっち行ったんだ。え、嘘、そうか。え、ペッチがあれか。え、すごくひどいタケだな今のな。そうか。田島あんなあたりまで門には飛んでほしくないな。貴婦人とあれでエトナで。ギリだったね。うん。ほんで、ここら辺。それは短縮した身としてはあれ、短縮の身としてはあれだな。水があれであそこで行くしかないけど、あれやるとあの門が行くとあれに引っかかるな。あ、いいか、蒸して生きるでいいか、あれは。かばうじゃないで。もうこれをやるんだったらさ、もう一試合多分55がいけんかな。こうやってやるんだったら、結局最後コーラでいいじゃんっていう話あるもん。うん。って思うんすよ。これもあれだよ、使っとくわ。そうせやってもどっちみち継続もう一個あるで。わかるよ、あいつらおるのわかるよ。33だけど、ここの後ろがすごく強くないんだよね。引き継ぎやすさはこっちのがあるな。これどこぐらい、これぐらいか。はい、さてこれこのままこれで継続もう一個残っていきますが、
だったらこれコーラでいいじゃんって話だよね、耐久的に。ここら辺まあ打っといてか。カット入れんでも、あ、でもあるか。あんまりでしょう。でだったらって思わん？って思いません？ 56 分、もう一声な。ちょっと、それはっていうの選んでみるわ。あれ、あの、一人おるもんで蘇生を使ったってことなんだろうな。完全終了多分狙いたかったので、ありがとうございます。絶対耐えるのはあれだ、使わんもんな。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。ちょっと待って。最後一個なっちゃうから、それっぽいやつなんか、これも似たようなやつなだけで。それ、ここら辺もあれ、あ、そうか、そんなもんか。これでも結局だってやろうとしてることが一緒じゃん、要は。これでいってみる？混ざっとるからこれでいってみる？どっちにしろやっぱこんな感じで、うん、使うっていうんだったらね、蘇生を浮かしてった方がいいんじゃないかなって。勝ち筋どうのこうのって言われじゃなくて、多分いけると思うんだけど、これ風入っとるんで。3000いくつだったらなんとかならんかな。ダメなんかな、これどうだろう。え、6も出るの？ 6-3 で取るね。あ、そんな出るんだ。これ、火のがきつい？問題なのは、ノータゲが火にて倒せんという可能性だよ。メテオが倒せん可能性はすごい、あるから。よかった。流れ玉がうまく飛んだら。これ意外に倒せるんだろうな。あれが入っとるで。1.5 あるで。ほんで22の 1.5、33ぐらい水の。いや、でも、あれだな、バイアールできつくない？完全確定じゃないんじゃない多分。55で、際どいね。エズなんて5500くらいでしょ？違ったかな？カメちゃんは温存しても別にあれだっていうとこあるか。アレスは2カードで使った方がいいね。ノリオはあれだよな。多分、ね、引き継ぎの75か。あれはそんな高くないよな。風の引き継ぎは硬くなり出さんね。火の全体も全然こんしね。ここはでもカメちゃんにあれだね、見せ場だよね、多分。まあ、一応ここにしといて。うん。まあ、どう見てもオーバーキューだね。使ったらもったいないだろうな。
蘇生落ちたらもう負けだもんね。派閥使って蘇生落ちんかったら勝ちだけど。色カットじゃないで。こんでここであれか。今日でも2人気味取ったけど地味にダメージ出すね、あれね。地味じゃないけど、こっちじゃなくても宮崎の方か、あれの裏ボスの方に2人気使っとる人結構おったんですよ。ほんでここをもう一個か、個性が2人おるで落とさなあかんですよね。まあでも落ちるでいいよな。問題の遅延が3カウントが間に合うわってやつだな。さっきからのあれか、ここの落ちるとこな、俺がダメージだ、俺がって言ったらあれだけど、だいぶ見逃しとんだろうね。喋っとってなんかま画面見てないじゃん、あんた。まあ、でもスズメが一番無難かなと私は思うんだけど、本当に本ちゃん対戦で使っていくってこと考えるなら、ありがとうございましたということで、これでもできんない。あれ、1時2分だぜ。あれ、終わってねえんだ。たまにやるな、これ。たまにやるな。やるやる、アイメやる。終わったなと思って、相手のあれとか、自分のとこのあれとか間違えとるときある。終わったなーってさ、ありがとうって言ったら味方から一人で来て、あれ何でまだ残っとったのって。6人とか言った。いや、5人だもんね。ありがとうございます。これ恥ずかしいね。あいつ間違えたなって思われてるからね。そんなこと気にするなって。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。おやつ。また明日。また明日はないけど、ありがとうございました。明日はないよ。ありがとうございました。そういうことってね、結果的にはこんな感じで88、なんか数字揃えたの88-60、よくねえな、よくねえなっていうことなんですけど、それよりやっぱりこんな感じじゃないかなって、上から行きましょうってクソみたいな駅ばっかあるけどさ、いやもうなんかなんか同じことやったら負けみたいかなと思って、こんなんでもね、なんか、まあ、もちろんみんな真面目にやってないよな。そこはあるけど、まあこんなんも、なんか火力だけ、なんか打つ子やりたかった、うん。これ最後あれだよな、1万あるからで使ってくれ、やっぱ蘇生だと思うんだわ。1から3はその、レギュか、コストごとの秘密とか火とか、悲嘆とか、によって分けていって、全属性とか、遅延の金で、まあ、全属性を、とりあえず今日の前提で考えていくなら、たまにちょろちょろは遅延おるから、本当に耐性目線に行くなら、素直に水で蘇生して、耐え前提とか作るんじゃなくて、耐久で。遅延を下げて、高確率の耐久が自分のみっていうのにかばうんじゃなくて、作れるんだったらいいけど、それがダメだったら、うん、こんな感じでもう蘇生させたらもう無難かなって。ただこういうのが増えるとあそこの火は狙われるだろうな、おそらく。今その持っとる人少ないですよ、ガチャ比較的最初の方で。でこれ今月、来週というか今週末か協力あって、来月の5日知らんけど多分半ばぐらいでしょ、2週目か3週目かそんなもんぐらいじゃないの、多分今までなんかパターンだと変えるかな。でそこ来るとこれが多分そこそこ手に入るでしょう。そうするとまずそこでごめんなさい、補正入るから使う人が増えてくると、似たようなことばっか多分やりだすもんだわ。悲嘆とかなんかこれやって後ろに蘇生置くかウーマン置くか、多分その2択ぐらいじゃない。蘇生の方がなんか無難かなと思うんだけど、ウーマンだとどんなもんなんだろう。 90% 入ったからって多分10万ぐらいじゃないんかな。悲嘆で10万ってそんなになんか安心できる数字か。ミカ先生かけてなんかレンゲかけてやったらもうあれだもんな、3.5。だってヘビでも2万ぐらいでしょ。3.5あって、
7万とか出すでしょ。割と怖いよね。火で折る時点は怖いよね。水に変えやもいいと思うけど。だから祖先使ってた方がなんか無難かなと思う、私は。うん。色を変えたいんだよな、本当だったら。3枠から色変えてこれでいきたいけど、でもそんな綺麗に繋げん、はっきり言って。残っちゃうもん、これ。普通にやっとると。さっきの安全ダイブ祖先のところで、ミスして使っとるのが、あれ本当見落としとるわ。なんかちゃんと見てないわ。うん。ちゃんと普通の体勢みたいにちゃんと見とらんとダメで。だしこれ補正なくなったら、所詮3万8000だからめちゃめちゃ高くないね、4枠の数字としたら。3枠で折るとしたら、まあ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 破格かなってとこあるけど。うん。だしこれ増えたら本当に対比ボンボン積んでって、パイセン使ったり、オルカ増えたり、それこそビッセル全体とか、水で攻めるとか、で、昇竜艦とかあのあたりじゃないけど、水で火力アップとか、っていう風にやられたら、すごく脆いと思うよ。後ろこれ引き継いで、蘇生を使わせんっていうところがいいんだろうな。スズメだと6万でしょう。そんな高い数字じゃないよ。だから今で言うとこのあれか、なんだ、貴婦人が補正入っとる分で、ね、64で3人入って1万ぐらいあるんでしょう。3人の、まあいいや、1万ぐらいさしといてよ。正式にすると多分9800ぐらいじゃないかなと思うんだけど。それだったらもうあれだなって最初の時ありましたが、先生遅延あれなのか、打つあれなのか、多分完全勝利だと思うけど、押せっていうところはで、わかるよ。意味はわかるけどさ。耐える以上、普通の対戦だったら、まあ、完全勝利をもう目指すんだったら、あれは押して、どっちか押してもいいよな。うん。本来は私が押して、全員回復、何て言うんだろう、マックスじゃないけど、150%がさせて、で、後で私を起こすってした方がいいよな。普通の対戦だったら。ずらしやないけど。残るから。っていうことができるよね。耐えるからさ、同じ色でも、火同士でも、途中の場面いい例でしたから。だってドアガイでも出せるダメージじゃないから。全体で10万出すんじゃなくて、私に10万出さなあかんね。連撃とかじゃないとだからきついで、耐え色アップがないとあかんで。そこだけはメリットかな。かばっとるわけじゃないもんさ。かばっとるわけだと全体全部飛んできますわ。引き継いじゃいますよ。引き継いじゃないもんで、横舐めしとるもんで。うん、かなって。まあ、最後単純に HP に高いやつ置いたけど、わざわざあんなそんな最後に 3万かどっかのやつら置いたってっていうところあるね。結構こうやってやっていくとさ、引き継がずにハゲたままの状態になるケースのが多いんですよ。うん。山君とかの絡みがあって。本来はでも倒れても蘇生後に使うのが一番無難だろうな、多分。と思う。うん。そしたら後ろのとこも一気に10万が作れるから。うん。あれと一緒、なんだろう。牛タソか。コーラ引き継ぐときの。2ターン限定のやつを、まあこいつも2ターン限定だけど、使うときの意識で、90% カットだからが、何、耐えるからって言って、ね、甘えて使わずに、素直に倒れて引き継いだ方が、まあ、そこは臨機応変だけど、引き継いだ方が多分無難だと思う。うん、で、そこで蘇生を温存して、ずらすみたいな。だから秘密だと最後は、あなた、水の回復率高いやついますが、あれ6万ぐらいに一応できるでしょう。まあ、安心な数字かどうか、それはもう相手見てたわ。曖昧だったらもう押しゃいいわ、もうそこは。うん。自信なかったら。うん。絶対耐えるっていう計算できるんだったら。見落としは耐色アップとか、そこら辺ではな、生存補正とか。うん。火なんかだと特にあれだろうね、なんだろう。耐色が、ミカ先生とか。だから、秘密なんかの時に逆に対比、こういうのを折ると対比積んでいくでしょ。水で、蘇生引き継いだ方が、パンタナルとかなんかあのあたり、まあ、コスト的に使えるかどうか、その礼儀かわからんけど、やった方がなんか無難かなと思う。うん、引き継ぐなら3枠のカバーじゃなくて4枠の重たいカバーをしっかり入れた方が、っていうと使うの限られるな。カバーっていくんだったら、蘇生かなと思うんだけど。で、使っても倒れんかったらずらせる可能性高いですよ。
うん、そこかなと思ったんですけど、やっぱあれだな、大量に合わんやつが一番いいかなと思うんですけど、私はどうかな。この最後は違ったと思うよ。まあこれギャグギャグ、こんな、うん、なんか遊びかなと思って、うん、やってみたみたいな。ちょっと遅延の旅に出とった、うん、なかなか難しいな。ポムラックみたいなことしてなんか合わせれんかなと思ったけど、意外と、まあ、これやっぱみんな真面目にやってないだろうね。その遅延がおるからって言って遅延を避けるような電気じゃなくて、皆さん多分回転率を速くしたいから火力ばっかで言って、最後蘇生とかカバーを入れてもカバーの後ろカバーじゃなくて蘇生にし、攻撃系統のやつ、連撃とか全体にして門とかにも使っていくってこと。多分そういう重視で本ちゃん対戦みたいな、本当に真面目になんて言うんだろう、耐久作ったりとかさ、遅延かわすようなとか短縮入れたりしてないから、だから通用しやすいんだろうね、多分。こんなってみんなガスタばっかやられたら、こんな空振りになるの。そこそこ決まるっていうのがね、そういう対策してないってことだろうな、本番みたいなところじゃないかなって。うん、これも大前提じゃないけど、基本は4、5を固定。まあ今で補正で言うからこれでいいんじゃないかなと思う。だって10万だもん、引き継げば。だってまず倒せんもん。で、それをあと1から3枠を何をどう考えるか。相手の処理とか考えると、初手を何しっかりした火力あるやつとかにして、まあ大前提でもいいよ。でもやっぱり火力あるやつ、落とせるやつ、本当は入れるのは海でいいと思うよ、初手。うん。疲弊とか折ったりするけど、そっちでもだって漏らしはないもん。それか、あれ使うかね、スワコ入れておくとか。うん。でもこの抗体力系は、だいたいみんなもう、ちびって絶対倒さんでしょ、たげらんでしょ。ある程度のダメージ与えた方がいいから、だから、倒せんくても体力高いやつの方がいい。体力じゃない、火力あるやつの方が、火力出せるやつって方がいいか。うん。だから火力は出せて、体力が高い、飛び道具使える、ここにあるやつじゃないけど、ウニとか、マロカとか、ああいう系統の方は多分いいんじゃねえかなと。もちろん有料限定だから、やられる可能性はあるよ。やられる可能性あっても、うん、体力あるし、トータルで見るとそっちの方がいいんじゃねえかな、みたいな。うん、で、耐えじゃなくて、水素素入れてくる。そしたら味方も拾えるし、の方が多分無難じゃないと思う。うん、遅延もないし、仮に遅延食らってもそれ蘇生で起こせや、何1カウントだったら次使える可能性あるもんね。本当の真面目対戦で考えるんだったら、ワイワイじゃなくて目線を、うん、かなと思う。まあいろいろ1から3もなんかやってみましたよ、対前提とかなんかあるけど、まあ、普通に対戦目線で見ていくなら無難だろうな。まあそういう風になるとポジとか増えてきて水が引っかかるって可能性はあるけど、でもこの筋で言うと、最後の蘇生通した方が勝ち数に近いわけだから、そっちを優先した方がねっていうことかな。うん、だから全部起こせるんだったら回復率ないけど、これは考え方次第だけど、貴婦人を押した方が今日に関しては、これでも一応だって耐久に似たような数字出せるもん。1万ぐらい、1万だ、10万ぐらいあるから、引き継ぎ分としては。そう考えて引き継ぎ役を、まあ、やっぱ HP 多いから全の系統になるかなって。で、最後だと火力系よりどうしても耐久系、ね、防具じゃないけど、か、蘇生か回復か、あとは好みで。まあでも一番無難だと思うんだけどね、蘇生がね。可能性がないから言っとんの。これを通すんだったら、貴婦人通した方がと思う。回復はそう確かに思うよ。でもこれが通る頃って自分以外残ってなくて、うん、回復させてどうなるんだって、蘇生後に回復っていうシーンまでなかなかいけんもんね。うん、で本番対戦で6カウントはこれやっぱ遅延の対象になるわ、ここは。で通したからそんな、なんて言うんだろう、2ターンも3ターンも継続して耐えれるってわけじゃないからね、えと思うんですけど、どうかね。
こんな使い方になるんじゃないかなと思うんですけど、安定するかどうかは別としてそこら辺について、まあ、まあ一応これはメインにした、うん、コスト余るもんで どっか重いとこ置こうとすると200と300の上位互換があれ以上ないじゃん。いや60-60みたいなやつ入れたらもうアウトでしょ。コスト的に初手をさすがに10とか20にはできんもんで、考えると余ったコストですよ。まあもったいないでなんか入れとけみたいに、軽くまあ5000円ぐらいあって、うん、でスキルあるからまあまあまああれかなって、普通私はウニでいいかなと思うんだけど、倒せるで、うん、残すと、まあ、めんどくさいというか体力高いやつ倒せるで、あの豚山とここら辺飲んでもそうだけど、これでもやっぱおるとめんどくさいな、勝つされると味方倒せなくなっちゃうの、確定がね乱数になっちゃうから、でも結論的には出とんすけどね、うん、面白かったけどね、これ知っとる人はあのあれなんだろうな、落とした方がってとこだろうな、それを誘導させれるから、まあ、落とされた時のこと考えて相手体力高いとしっかり残しといた方がいいだろうね。今で言うと4000あるからあれか、あそうか、4000で風マジで入れたら水の5000倒せるな、4000ありゃまああれか、そこそこはやっていける。ただこれ補正なくなって2枠でこの数字でさ、スキルは 1.5 あるで魅力だけど、ボタンどう、ソフィア倒せんけどソフィアに倒されるよね、これ似たようなコストで立ち位置的に言うと、まあ、もちろんスキルが優秀だもんでこんだけ火力低め設定にしてあると思うんだけど、蘇生もらえるあの水風っていうのいいよね、そこはメリットあるわね。73重いな、もうちょい安くてももう一声欲しいかな、メインで使っていけるんかな、なんか一枠にあれなんだろうな、そういう大前提みたいな、そういう補正ユルとかおった時に2役使ってって2-3で火力上げてってコスト的に使えやね、ブーストかけてカメちゃんみたいなやつで飛ばしていくっていうのは、こうやって1動いて3つかかったらもうあの全体かかったらほぼ止めれんよ。アスカかかってもあの吹っ飛ばせれたもん普通に、うん、90本入って10番1したって、あとこれどんなもんなんの、 1.5、1.4、2.1 だったか、2.1、1.5 で、うん ?3 になる ?3 じゃない、2.1 で、待って、2だったら3か、1.5 の 4.5 倍近くになるな。ってことは、単純計算しても、カメちゃんあれか、1万5000ぐらいの、ばらまけるってことか。1万5000ぐらいの4回攻撃か、強いな、それは強いな。6万ぐらい、5万ぐらいばらまいたにしてもそうか、10倍カットあってもそうだな、倒せるな、そうだね。ただその重複する部分は少ないけどね、初手がだって5ターンだで、亀ちゃんとこのギリ乗って1ターンとかそんなもんか、まあ、なしで考えなかんだろうな。2点いくつの 1.4 ぐらいでフェッチが2回使える可能性あったりするからね、意外と。おっかな。でもこれも増えてこや、みんなあれだろうな、対策してくだろうな。だって、うさる体力多いんだで。かな。残った時のメリット考えて、私、初手かなと思ったんですけど。うん、でも本当にこんな感じ、これは大前提だけど。これも遅延食らったら完全アウトな、全属性で。蘇生もらえるという可能性もあるけど。普通対戦だとちょっとあんまり。パティを発動できたからって、そう完璧って言うんやで、普通だと歌舞伎とか多いでしょ。うん、まあ、やっぱり蘇生の方が無難だと思う、なんか。今日だって結構火力過多に感じるから、そうすると蘇生の方が有利だね。じゃんけんじゃないけど。蘇生、火力、耐久遅延は含めにしても、耐久はあれだな、遅延に強いというか、遠ざけれるよね。耐久はでもあれか、火力。でも火力型になっとると、なかなかないシーンだけど、今日でも思った。うん、遅延とかがないであるな、多分な、うん。スキルさえ発動させてやれば。
かな。でも本当こんな感じで、うん、日枠はあと蘇生、何セルフ蘇生使ってて何使うかだよね。ここどう考えていくか、悪魔に耐えていくのか、耐えても倒せんかったらなんか一緒かなと私は思うんですけど、うん、まあ、火力なんか本当はこうやつを多分書店に置いてセルフとか作れたらいいだろうね。味方を残しつつ自分も倒せて、倒されても別にいいし、倒されんかったらなんかスキル有効なの使っていけるし、うん、っていうの方がなんかあれだよね。単純にまあこれでもわかるよ、大前提でいけばわかるけど。でも2発吸っても自分2800で確実に誰か一人で倒さなきゃあかんな。倒せんかったらもうずっと取れんもんね、長い目で考えると。うん、そこかなと思う。これは全属性であのやっちゃったので遅延食らう可能性あるんでね、そこだよね。二枠は弱いんだけどね。でも考え方的にはこんなあれかな。これで二枠、ゆきちゃんぐらい使えたら、そうすると二枠もうちょいいるな、コース的にな。これ、貴婦人じゃなくて、だって、パンタルじゃないけど、あれを置こうとしたら70代もっとコストいるよな。それで、どう考えても遅延のコストだもんね。出てくるところが。こっちの方がいいんじゃないかなって私は思うんですけど。これが4カウント4枠で使おうとすると、普通に行くと、うん、発動できんかったり安定性がなくなると、やっぱり蘇生かましていくっていう使い方になるんじゃないかなと思って、あとでちょっとまた悲嘆のあれやってみる。まあ遅延こんなの遊んでみましたってことで、まあここら辺はね、うん、途中っていうか最後の方でやったけど、こういうのが逆に良くないかなと。だってこれコーラでいいじゃん、普通に考えよう。うん、で、あの 33% はやっぱあの引き継ぎ役としてはあのカット率低いな、あれは。うん、だって今日コーラだってなんで飛ぶシーンあるんだって、水全体かかったら、あのアスカが少ないもん、使っとるのが。アスカコトレーとかそういうことやる人が少ないもんで、あの壁がないだけでも、こっちで行くより、今日火力かたり思うもん、ほんとに。全速で200ぐらいあるとやっぱ全体かけられるとね、その色カットがないとかな。こんな感じより右の方がって思うんですけど、どうすか。これはだって本当にコーラでいいじゃん。いやこれになってもっと耐久が上がるって言うんじゃないけど、耐久下がって継続ターンあるんだけどね。耐久高い方のコーラが飛ぶシーンがあるわけだからね、っていうとこかな。まあ、いつもでもこんなのがなんか俺無難だと思う。ワイワイって結局遅延が少ない。今日まあぼちぼちはおったけど、とこだともうかばってってじゃないけど、かばだとここで残数差取って、あとは全体で何飛ばしていって、その何保った残数差をそのままいっちゃうみたいな。うん、火力さえ出せりゃ、だって多少のかばんとかこけようがないもんね、かなって思うんですけど、どうかな。なんかいつも同じことばっかりで、ここら辺はまあいいわっていうところで。ここでもそうなんだよな、あんまりなんだよね。書手を書いたりしてるわけだけなんだけど、そこまでなに、多分コーラでいいっていうのはやっぱ結論だし、4枠企業の方が私はいいんじゃないかなって。ここら辺も一緒のやつ、風呂にするかどうにするか、まあポジでいいんじゃない、普通でいきゃ。ポイかかっても今日なんかね、こういう火力系じゃないけどに全体かけられて飛んでいくわけ考えると、あーまあ蘇生で行った方がってなんか思うんだけどね。うん、和田ちゃんよりあの普通に亀ちゃん使った方が多分いいだろうな。全体もらえる可能性高いし、うん、回数あった方が。これだとパーセンだと田島の2回だけだと、田島の2回なんか切れちゃうもんね、すぐ。うん、後ろで多分連携かけた方がいいと思う。4枠でブースト上げていって、ただそれだと2枠3枠で振り取るとこがあるけどかね。うん、こんなんも亀ちゃんパターンのが私はいいかなと思う。うん、でウィスクじゃなくていいんだわこれは。じゃなくていいんだわ、わざわざ低いとこ使ってかんで、このリーダーポジしか使えんのだね。
うん、だからあれ切れちゃったか、さっきのやつみたいなあれかなって、ほんで終わりだな。で、なんすけどさ、それはいいとして問題、これ全範囲でやるとさ、まあまあまあこんな感じとかやっとんすけどさ、例えばこれ、ちょっと待って、統一文法だけに絞ると実は2500しかないわけじゃないですか。変なの出ちゃった、見てくださいよ。結論から言うと、例えば対戦に出るときって問題レベル低くするとパーセン低くなっちゃうからここにしますが、これにすると文法がいくらなんて言うんだろう、問題の中で難しい部類にしても500問ですが、たったって言って言っちゃうけど、あえてで、これを出させんようにするでしょ、あのパーセン下がるから。そうすると文法の中にしたって500問限定でやっとると出会う回数って結構ありますが、そうすると文法知識がなくても要は暗記で答えれちゃうとこがあるから簡単に思える。なんだけどこれを範囲減らすと全部にすると1,100,000,60,000、もちろん範囲があれだけど私範囲固定にしてない。あ、だから漏らすとなるんかな、バラバラにしとる。だから多分あれなんだろうね、文法でも難関じゃなくて高2とか高3とか多分出とるんだろうな、まあ言い訳として。でもそうするとさ、こんだけ問題ある中の TOEIC の文法を例えばさっきの500問が不意に降って出てきたりすると意外とやらかす時ある。だから根本的なところでまだ分かってないんだよね、暗記に頼っとるっていうか部分があるから。人間の記憶の原因ってそうですか。これセンターの時にそういう技じゃない人を使ったんですけどさ、カスタム対戦の時にごめんなさい、センターのいくら発音が私にとってね難しいって言っても所詮って言いますけど500問ですか、これ TOEIC文法と変わらんですが、だからこれいけると思ったんですよ。500問だったらとりあえずそこを覚えちゃえばみたいな。でセンターの場合全部が発音じゃないから文法の占める割合に多いから、多分発音が3,4割ぐらいじゃないかな、3割ぐらいじゃないかなと思う。2割ではないって思うけど、3、そんなもんぐらいじゃないかなと思うけど。そうすると、そこだけ押さえてきゃってなると、これ、1週間ぐらいこの問題ばっかずーっと解いとるとさ、その音節わからなくても答えで覚えちゃうっていうのもあるんですよ。そういう技をあのカスタム対戦で使った。だけど、そういうやつだと、それ結局、なんて言うんだろう。短期的にちょっとテスト前の一夜漬けみたいな感じで覚えてたけど、それが長期記憶に移っていくってなると、またそれをずーっと繰り返していかなきゃね、忘れんようにケアしていかんと。が問題範囲が広いところで、いくら自分がまあいいんじゃねえかなってやっとるところでも、意外に封印出たりすると、ポロってなるっていうのが、もちろんその、記憶の定着じゃないけど、根本的なね、コアな部分、文法なんかの知識の部分として、自分の言葉で説明できるというところ、例えば関係代名詞とかじゃないけど What は何なのか That は何なのかとか、比較に関しても全てに関してができてないもんで、すごいそういう曖昧になって覚えてないんじゃなくて忘れるっていうかな、あの出会ってないから解いてないから、単語なんかに関しても、うん、っていうところがすごい難しさかなと思って、狭い範囲でね、自分にとって難しい問題を覚えていくのと、もう完全に膨大な広い範囲で自分にとって難しい問題を覚えていくっていうのが難易度が全然違うかなって。これがやっぱあれだな、最終ゴールだなと思う、うん、暗記に頼らずに、関先生も言っとったもん、うん、暗記に頼らないって、まあ、根本的なコアな知識のところから覚えていかんとっていうことをすごく感じました本当に、うん。だから全範囲にして、不意にこう発音とか出るとポロポロになるんですよ。だから文法でも、例えばさ、こっちでも、難関文法ってね、少ないですが。逆にこれ、ここ入れたって、何高3かこれ。と、難関の方を足したって、3000ないわけですから、2600。で、さっきの文、TOEIC文法か、入れたって3000でしょう。6万な問題あるうちの3000問だけとりあえずケアしとけばいいって考えると楽くない？でもそれ6万ね、問題ある中から、不意にたまにその3000問だけじゃなくて他のも出てきたりすると、いや割とこれ
手強いというか、やらかすというか、思った。出会ってないだろうね、その問題と。うん。とか忘れちゃうんだね。人間があの家族じゃないけどさ、亡くなった人を忘れんようじゃないけど、ああいう葬儀とかああいうのあったりしますが、お通夜とか、45日とかいろいろありますが、初何のかとかなんか含めて、ね、何回忌って、10年ごととかじゃないけど、そういうのに類似するところで、適度になんか出会ってかんとあれなんだろうな。だからこの復讐問題ってずーっとケアして、これ多分溜まっとでしょう。あ、こっち増えやがった。これを一回解くんじゃなくて、あのあれで。これでも毎日ちょっと全部減らしとんすよ、今でも。今でもだからあれなんだろうな。この日の間違えた、湧いてくるタイミングがよくわからんだよな。これを空にしてっていうのをずっと多分繰り返していくとなんとかいい感じになっていくんじゃないかな。うん、サティスファイあれだね、発音の AI と EI でなんかあれだもんな、言っとったもんな。で、出会ってないところのさ、英検とかなんかでも、あの、もっと下の方とかじゃないけど、そういうとこでもね、自分が苦手に問題しとる場合ってあるわけじゃないですか。回数だろうな。なんかもうこれすごい思った、ほんと。範囲が狭いところの文法だからって500問とか1000問やっとると全体なんかが出てくるの、これ全然わけが違うなと思って。うん。途中で言いかけたのがさ、ずーっと文法なんか取り寄ったりすると、その問題なんか覚えちゃうから、文法で即答でなんかポンって答えてなんか言おうとしたけど、後で言って確か言ったシーンがあったと思うんですよ。あの問題が本当にそうです。それをなんか何、文法なんかで、なんかもう、文章自体からその並びとかなんか多分もう記憶にしちゃったんだね。記憶しちゃったのはね、その頭がいいとか賢いとかじゃなくて、出会ってる回数が多分多いんじゃない。だからその問題で配置とかじゃないから、ああ、また出たね、みたいな。だからそういう状態に自分の苦手問題もしていくといいんじゃないかな、みたいな。って思ったんですけど。どうかね。前半やってこれ本当強く感じた。うん。簡単な単語でできたにしても、その日本語のところでうんっての悩んだりするのが、要は、出会ってないから、ずーっと長い間。解いてなかったから。うん、そこで忘れとるっていうところ、うん。覚えてないんじゃなくて忘れとるっていうところ。なんか、何遍もあれなんだろうな。出会った方がいいんだろうね。多分。うん、かなっていうところなんでございます。とかな。うん、で、まぁ、こんな感じでございました。トータルとしては。めちゃくちゃ良くないな、これ。なぁ。ね、まあ、こんな感じでとりあえずあとはあれか、協力行って、協力はもうちょっとあれだね、英語物語の当然復習もあるけど、うん、デザさん、ちょっとかなりおろそかにしてるし、ABC もやりながら、うん、真面目に本当に変な動画とか見たりして、もうあの、水垢とかそんなこと言ってらんとかで、うん、あ、全然関係ない話だけど、1ヶ月ぐらい。食生活とか改善して、アブローラーやってたらお腹なんとか戻って。戻りました。って甘えとるわけじゃないけど。やっぱあれだな、対戦技なんかあれだと、あの、ポテチ食っちゃうな。それだけがあれだな。まあ、そういうことはまた別の時ということで。まあ、対戦は対戦なんで。まあ、そんな感じで、うん、私なりの結論じゃないけど、4話起用のがなんかありなんじゃないかなって。最終で使うんじゃなくて、最終で使っても別にまあ弱くはないけどな。うん。見とると結構脆さはあるから、ダメージ的に。うん、引き継いで 90% カットを何かにしていって、まあ蘇生が私もなんなんじゃないかなと思うけど、あんな形にして 1,2,3 をなんか考えていくみたいな、その礼儀ごとに。かな。普通で言うとスズメになるんだろうな。要は、蘇生を10倍にするっていうこと。耐久を倒させる、蘇生を使わせるために。そのために1、2、3を工夫していくみたいな。それももちろん別に勝ち筋に近いかどうかは別としてね、それはとりあえず。うん。そういうことやらん方がいいっていう時は多分多いと思うけど。まあ、あえて使っていくっていうパターンだったらこんな感じじゃないかなって。まあそんな感じが結論でございますけれども、そんな感じで終わりましょうか。協力終わって、まあ当分先だね、また。うん、それまであの問題修行してますわ、うん。ちょっと前半マスターになれるように。ほら前半マスターになるっていうことで、そんな感じで終わり。